映ってますか？はい、映ってます。月曜20時、青間天国始まりました。はい、どうもありがとうございます。今日は賑やかですね。この放送は、北15条24丁目札幌、八条さんから、公開生放送しております。はい、コンサドーレ札幌にも小野伸二選手には加入しましたけど、チームは低迷してますけど、ちょっとどのようなカンフル剤になるかちょっと楽しみでございます。さて、本日は、徳能学園でございます。徳能学園ということで、今日は三浦先生と同時校長にいらしております。お二人どうぞ。どうもようこそお越しくださいました。はい。お久しぶりっす。いや、久しぶりでもないですよ。二週ぶりじゃないですか。2週ぶり？そうかな。2週前にラジオでやってからみたい。そう。前回のゲストはすごいなんか若々しい感じでね、めっちゃ若かった、めちゃめちゃ若かった、なんか平成の人たちみたいな感じで、まあ今日なんで今日も一人は若いんですけど、一人はそうでもない感じで、一人は古い感じ、ゲストはゲストというか生徒ですけどね、まあ一人はちょっと男性アイドル部なんですけど、一人はちょっと心霊研究会からまた一人生徒が転入してまいりまして、なるほどね。じゃあちょっと生徒の方をお呼びしましょうか。今日は柴田正史君と誠一郎君で。はい。名字一緒。どうぞ。はいはいはい。はいはいはい。さあそんな感じで。そんな感じで始まりました。お二人ともぜひぜひ。今日また狭いわね。今日も狭い。今日は狭い。今日は狭いわね。一人多かったんじゃない？そう一人多かったですね。一人幅を取ってます。でね、申し訳ないですね。いや自分からどっちとは言ってない。いや多分俺だと思うけど。いやいやいや、あ、そう。まずちょっと今日男性アイドル部ピチピチしたのを見ましたんで。ピチピチしてない。どこが具体的に説明してちょうだい。まず年齢が若いってことですね。まあ100個若いだけ。まあ若いっちゃ若い。割となんかちょっと恥ずかしがり屋なので、でも聞いたところによれば長見先生はちょっとね、すごい優しい先生っていうふうに。そんなわけないじゃないですか。どこのご情報だったの。一応ちょっと持っときましたね、ミラル先生のこと。変な盛り方しないでください。まあいいや。校長が一番怖いですから。いや、そうでもないと思う。でもなんか服装暑そうだけど大丈夫？あ、ちょっとだんだん暑くはなってきたので、外からだったのでちょっと寒かったんですよね。そう。そしてなんか神戸から来たんですけど、心霊研究部に入ったんですよ、誠一郎君。へえ。もう覚えてないってことですね、先生。誰だっけ？一応一番初めに出たんだよね。ああ、忘れたわ。なんだっけ？誠一郎？そうですね。成仏の誠一郎。だって他でご存知じゃないですか。先生ご存知じゃないですか。忘れちゃった。同時代校長どうですか、誠一郎君。誠一郎あんま覚えてないけど。いやでもなんか見た目普通な感じ。ああ、普通な感じ。あれ眼鏡かけてたっけ？かけてる。嘘。ずいぶん校長との関係がフレンドリー覚えて今しょうがなかったんですけど。今日は生徒なんですね。そのまあとりあえずですね、生徒さんお二人のですね、歌をちょっと聞いてですね、からちょっと話を思い出して、面談をしたりしようかと思うんですけど、いかがでございましょうか。いいんじゃない？好きにして。はい、よろしくお願いします。ということで柴田君からお願いします。はい。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい歌声でしたね。どうぞどうぞ。あ、はい、ですか。すみません、ありがとうございます。それちょっと誠一郎君の歌なんですけど、ちょっと準備が必要なんで、準備が必要。一丁前に。一丁前に。今日楽器持ってきたよ、誠一郎君。一丁前に。楽器なんて弾いちゃって。なんで弾いちゃってて、一応ギタリストなんでまあいいや、柴田君の話を聞きましょう。じゃあその間ちょっと、はい、いやなんか今日はちょっとね、しっとりした曲を「帰れ」なんでちょっと何だったの今「帰れ」じゃない「帰れ」じゃない「帰れ」じゃ違う「かなで」あれだ、そもそも「かなで」だよね。そもそも「かなで」だよね。いやちょっと今それ自信がなかったんで、しかも「帰れ」帰れで帰れではないよね。どうも友野学院になると喋れなくなるんですけど、僕もミイララ先生も何なんですかね。私喋ってるじゃん。今日は喋ってるよね。あら、誠一郎君なかなか準備に時間かかってるんですけどね。オッケーです。どんな曲あるんでしょうね。あとなんかもうできたんですね。柴田君の感想を中途半端に聞く前に空気の読めない男でまいよ。札幌心霊研究会の某 S 博士の命を受けて完成。鈴木博士の命を受けて完成したオープニングテーマを聞いてください。成仏 with you。な忘れ物、やりきれぬ思いを伝えるミス。小さな出来事でも魂の奥にこびりつくファンクション。君よそう大声になっても逃げられない。君よそう伝説は「年代の大変の嫌なことをそのか隠しからお前を操る」「怖くないもう怖くないなって一緒に行くのさ」「それがお前へのメッセージ」「必死にやってくれて」「成仏成仏成仏」残したもの奪い返せないノーサティスファクション。世の出口まで身も心も全部引っ張ってやるよ。君よそう君よそう写真は闇のラブレター。君よそう君よそう愛おしいほどに恨んでいるのさ。助け失いこれで楽になれるんだ。 You took my all things, you took my promises, you took my freedom, you took my life. 成仏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 ありがとうございます。いや今のすごかったですね。僕の友達で結婚式の開会の挨拶で皆さんこちらゴツンってやった人いましたけど、それ以来ですね。ファンは結婚式の開会の挨拶ひどい歌ね。びっくりした。対照的な楽曲でしたねお二人ね。あんまりふざけた楽曲で出ていい番組じゃないから、ちょっとチャットもふざけてるんですけどスルーしますんで。ああ分かった。成仏成仏って来てるわねチャットがね。レインボーですよレインボー。綺麗だね。誰ですかねこんなのね。随分綺麗な成仏が来てるわ。よっぽど怨念が溜まってるんでしょうね。なるほどね。ミュージシャンの道場さん今の感想どうでした？成仏の方。まあ柴田君もいいけど。まず成仏の方なんか正直嫌いじゃないけど。嫌いじゃないけどでもなんか怖くない怖くないなってちょっとキモいから。まあキモく作りますね。水湯言うとこちょっとキモいから。水湯なんか引き継ぎの切れてないけど。そうそうそう。切れてない。なんかちょっとさ成仏水湯っていう時ちょっとドヤ顔なのがイラッとするよね。水湯。君と一緒に成仏ってことですか？そうですね。いやーひどいわ。いや作れって言う人がいたから作ったんですよこれ。あなたオリジナルですかこれ？そうですよ。あら大したことですね。そうですね。普段こんな曲やらないです私。全部自分で作ったの？そうです。そうなんです。柴君どうだった？なんかノリがいい曲だったからね。いいんだよ別にそんな正直褒めなくても思ったままに。脅されてる。正直ないわとか言ってもいいんだよ別に。脅されてる。いやなんかでもかっこよかったなって普通に。もうあれ柴きゅんは何でも受け入れる子なんですね。なるほど。柴きゅんの曲についてっていうか歌声についてはどうよどうちゃりさん。甘いよね。好きそうだよね。結構よく好きって分かる。分かる。目が輝いてましたよ。好きそうだなと思って。好きでしょ。なんだろう。マイク外れてる。マイクが。普通普通にうますぎてつまんないけど、でもたまに甘い声聞きたいから、私自分こういう曲あんま歌わないけど聴くのは好きだから。基本あれだよね、男性のアニソンを歌ってる系のさ、この間のサーもそうだけどさ、アニソン歌ってる系の人の声好きだよね。甘くてうまいからね、みんなね。好きよね。どんちゃりさんの好きなジャンルだろうなっていう声の質がね、そうですね、なんか好きそうな感じだなって思った。どんちゃりさんも甘いやつやればいいの。甘いやつもあるけど、どんちゃりさんの歌結構ピュアな曲多いじゃん。歌い方がピュアじゃなくて力抜けないからね。なるほどね。どうよ、年上のお姉さんに甘い声だって言われて、柴きゅん。いやー、この上なく嬉しいですね。いや、うまいね、柴きゅんは。いや、いいよ、ありがとうございます。誠一郎もこのぐらいのさ、昨日聞いたこと言えない。可愛げがないのよ。そう、可愛げがない可愛げがないんだわ。そう。いや、誠一郎そこでいじけるだって。なんか言い訳言えなんか。甘いですよ、自分だって。甘い。何が具体的にどうか説明してよ。結構喜ぶことしてますよ。なんで、ちょっと端的すぎてよくわかんない。国語は1ですか？もしかして。いや、国語は3でしたよ。3だったよ。あ、でも、聞こえ方によってはひどいセリフだったよね、今。まず、なんか塩がなんだかわからないし。塩から言ってよ。結構甘いってなんですか？自分の歌が甘いんですか？なんだ。ほら、違うこと想像した。大谷工場に何言ってるんだからね。ささやく声とか、すごい似合いそう。ありがとうございます。成仏言ってささやいて、カメラの皆さんに。成仏言ってよ。いや、ちょっと違うな。もうちょっとなんかこう、もっとこうさ、なんか芯を持たせない感じで、ごくごくミスパ。成仏言ってよ。もうちょいゆっくりの方がいいね。何しろもう可愛いな。テイク3かよ。成仏言ってよ。いただきました。紅茶だって、なんでだろう。紅茶だったんですか。ちょっとなんか鳥肌立っちゃった気持ち悪い。それはもう3回もやっちゃダメだね、やっぱり。今の心霊研究会の番組のね、いっちゃん最初のとこに成仏言ってよってやってから。やっぱなんか変なもの連れてきそうですからね。やめとこ。であまり関わりたくないんですよ、その心霊研究会ね。自分だって関わりたくなかったわ。で、柴きゅん君は普段どういう活動してるの？普段はですね、主にこうやって札幌、北海道中心に、あちこちこうライブとかを参加させていただいている感じなんですけど、結構主にアニメソングを主に歌っていまして、将来アニメソング歌手、アニソンシンガーを目指して、いろんな感じで活動しています。具体的です。すごく分かりやすいし、男性なかなかそういう人少ないですか？そうですよね。本当に男性のアニソンシンガーっていうか、そういうの少ないので、やっぱり男性メインのライブ自体もやっぱり少ないので、そういうのをもっとこう活性化していこうっていうために、そういうこう計画というかイベントも応援しております。大体そのイベントって女性多いじゃないですか。そうです。その中で男性肩身狭い、私もそうなんですけども。そうです。と思いませんかね。いや、本当にそう思いますね。やっぱりだからやっぱりもっとこう盛り上げていきましょうよ。男性アイドル、頼むよ。入っていいの？いやいや、入っていいですか？ちょっとダメでしょ。ダメでしょって見た目がダメみたいですね。別に風習はないからね、そこに勝手に苦手意識を持ってしまってる場合もあるし、意外と踏み込めないものではないと思うし、じゃあ逆に今度女性の弾き語りシンガーがライブハウスに入っていきづらいって話になっちゃうから。それもありますね。だから先入観っていうのもあると思うんだよね、ある程度。まあいいや。男性ファンでも男性の方好きな人いるし、自分で生きやすい環境を作っていけばいいんだよね。そうですね。なんか一つの歌に対してもいろんなやっぱりスタイルってあると思いますし、同じ男性でも全然パターンが違うので、今回3人違うかなと思います。やっぱりそういう個性ってですね。でも男が好きな男ってどんな？なんで目輝いてる？どんなんかなと思って。しばきゅんが好きな男の人ね、この会場のお客様の中にもいると思う。しばきゅん好きなお客様手挙げて。はーい、ありがとうございます。ほらね、しばきゅん好きな男性の方結構いらっしゃるみたいなんだけど、しばきゅんは男性から見ても可愛いと思うの？なんでそんなさ、ちょっと小刻みになってる。いや、ミラノ先生に直接おっしゃられたからちょっと緊張されてるんだと思いますよ。そんなことない。しばきゅんの魅力ってなんだろうね。今度募集してみよう。ああ、可愛らしいとこじゃないですか。何がいい？甘い。帽子。帽子。今日はなかった。仕事帰りだったの。しばきゅんはファッションも受けがいいということね。なるほどな。喋り声も高いしね。あ、そうですか。それ元から？これでも元からですもんね。高めだよね。ああ、そうなんですか。自分でもあんまりよくわからない。いや、でも千一郎と比べてみ。なんか喋って。どうもどうも。あ、どうもどうも。ほら、全然違う。あ、千一郎君はのぶ太いんだよね、声が。可愛いな。昔から可愛い。でも元々僕中学校時代のそういう合唱とか歌ってる時は結構僕バスパートでした。あ、下だったの？そうなんです。下パートがもう下の下の下。成仏美人歌えるんだ。あ、そうかもしれない。意外と高いと思いますよ、成仏美人。あれもそうだよね。千一郎の歌低いけど歌えるんだね、意外と。そうですね。結構低い声は僕も得意というか。サビがねえだからね。千一郎君の声ってあれなんですよね。音程が高くても高く聞こえない声なんですよ。あ、そうかもしれないですね。あ、そういうことか。あ、確かに確かに。別に成仏でも成仏だからかっこよく聞こえるっていうのもある。まあそうですね。それと千一郎君にしてはすごくはっちゃけたと思うんですけど、今回の曲普段ね、なんかね、暗そうな曲ばっかり書いてないどうしたのって、まあコンセプトがこんなんなんで、もう思いっきりふざけてやろうと思いましたよ。なるほどね。結構死んでディスってるわね、死ね研究会。まあいつもかけるの忘れられてますからね、いつもオープニングで。あ、そこ怒ってんの？せっかく作ったのに。お前、昨日前の曲かけたら、お前すぐかけた途端に切れたみたいなポーズを。お前のせいだよ。すごいね。びっくりしたわ。呪われちゃいますね。千一郎、やっぱ心霊さんがきっと気に入らないんだよ、成仏美人って曲を。心霊研究会に出てくださる心霊さんたちは、それじゃ甘いと、お前の見解は心霊的には甘いと、そういうことですよね。君の歌じゃ成仏できないよっていう、そういうことです。リーチポイント。ああ、怖い。でもなんか校長の曲とかにもちょっと似た感じはありましたけどね。え、そう。成仏とか言ってないよ。成仏言ってないけど、ちょっとつぼ押しとかね、なんか。ああ、つぼ押し。そうだな。和風なとことか、アップテンポなとことか。これ1個だけで和風って取られてもちょっと嫌だよね、実際のところ。たださ、木魚が鳴ってるだけで和風の曲ですとか言われても嫌だよね、それはそれで。和風でもないよね。和風でもね、でも和じゃない。結構和は取り入れてる。あ、取り入れてんだ。私全然和じゃないから。歌詞は和だけどね。そこで代表しないよ。同世代のシンガーソングライター。いやーね、割とこっちが生息地帯が同じで、こっちが生息地帯が同じ感じだと思う。生息地帯ね。生息地で多分僕その真ん中らへんだと思うんですよね。なんでそれで木屋さんが終わってたのか。そうでもないんじゃない？そうでもないんじゃない？あ、そういうことでございましたね。あ、そういうことですね。なんか今日給食があるって話聞いたんですけど。聞いた。持ってきて、ちょっと徳野君。あ、はい。そういう休業中なんですね。僕ですか。実はララミって女がね、なんかね、こましてくれた女がね、ロケに行ってきたそうなのよ。食べ物のね、北の園庭っていうよくお世話になってるカレー屋さんがあるじゃない、札幌ネットテレビが。そこでね、大盛りカレーが出てきたんだけど、しかもモアカレーが出てきたんだけど、ちょっと残しちゃったんですって。どうして残しちゃったんでしょうね。食べれなかったんですね。食べれなかったんですかね。まあ量がね、心霊盛りってやつよ、それこそ。すごいやつね。それ半分ぐらい食べたんだけど残っちゃって、千一郎にこれじゃ残り給食でいいんじゃないってことで。あ、ってことは幸福ってことはラーノミさんと解説。いや、それはね、ネタがあるんだけど、まあまあまあいいよ。ネタあるんですか。はい、わかりましたわかりました。っていう感じね。まあ食べてもいいんだけど、食べる？まあ食べなきゃ面白くないですよね、これだとね。ええ、ノアカレーとしか私言ってないから。ええ、汚ね食べ方だな。心霊盛りってね、心霊盛りどうだったんですか？ちなみに解説すると、この器に今さ、ご飯とカレーがちゃんと収まってるでしょ。ええ、うん、ところが心霊盛りはね、もともとはこれの倍以上の量がもらったライスがですか。そうそうそう、はあ、山のようになってるわけですね。比率がおかしい。あ、米とカレーの比率がおかしいと申しておりますので。ちなみにまあこのカレーなんだけど、まあ食べてルーをたっぷりつけて食べるといいと思うよ。ルーがね、美味しいルーなんで。いただきます。なんでためらったの？何ご飯だけ食べた？なんで今、なんでご飯だけ食べたんだ？なんで今ご飯のとこだけ食べた？ちょっとルーだけ。実はこちらのカレー、モアカレー、辛さモアと言いまして、通常は3とか4とか5とかの辛さなんで、辛口なんですけど、辛さ11以上のモアのカレーをですね、今回ご用意させていただきました。聖一郎君はなんとこの辛さモアのカレーをですね、完食したことがある。すごい。あ、そう、辛いもの選手権勝ったんですよ。ということなので、今回残りを聖一郎にやればいいんじゃないっていうことで、辛い？おいしい。本当？辛くないの？食ってる。ちょっと冷めちゃったから辛みなくなっちゃったかな。でもすごい美味しそうですね。実は過去の番組でかき氷にカインペッパーだけかけたやつをみんなで食べるって番組で優勝してるんですよ。あれは成長できなくて。あれ誰だっけ？100倍カレー。100倍カレーか。100倍カレー。100倍カレーで優勝してる。辛い？ちなみに。辛みはちゃんと残ってる？辛みは残ってるけどうまい。ああ、モアカレーのモアは別にそんな辛くないんだ、聖一郎的には。麻痺してんじゃないですか。ちなみにもっとオチを言いますとですね、この後ララミボックスでゲストにガリオマリコちゃんという東京からのお客様がいらっしゃるんですけど、ガリオマリコちゃん、事務所の社長さんと一緒にいらっしゃってましてですね、そのモアカレー、さっき私が食べたって言ったんですけど、実はその社長がほとんど食べてくださいまして、社長辛いもの、つまり社長と間接キスしてることに今なると。絶対そういう風になると思ったんだ。社長は女性なんですか？いえ、男性。誰だ社長？妙齢の男性。妙齢の男性。妙齢の男性ですね。ということで、残念ながらララミとの関係ではないとね、ヒヤッとした会場の皆さんも視聴者の皆さんも社長でした。社長でした。でもカレーはうまいよ。カレーはうまいと。うまい。泣いたわーって顔してるみんなもね。いや、美味しい、美味しいならよかった。じゃあ聖一郎がカレー食べてるからね。じゃあ聖一郎カレー食べてるままテイクアウトということで次に行きましょう。なかなかこの番組で給食出ることはないんですよ。そう、珍しいよね、聖一郎特別待遇だ。どちらに包丁静かですね。いやだってカレー近くにあるとちょっと。あ、そうだそうだ、どちらさんカレーダメなんだもんね。アレルギーなんだね。アレルギー。そうだそうだ、カレーや香辛料のアレルギーってことかなんだかわかんないけど、特にカレーを食べた次の日とかにお酒飲むと多分死ぬみたいな。なんでお酒？次の日にさらにお酒を飲むと死ぬって。そう、プロセスがおかしい。校長晩酌するんですかいつも？晩酌最近してないけど、夏だからちょっと復活してるかも。ああ。そう。校長は何のお酒が好きなんだっけ？ビールとワイン。ビールとワインが好き。私は今日お酒飲める年になったけど、なんか飲むの？あ、でもこの。そういうこう梅酒とかが好きで。甘い甘いね。また可愛いチョイスするな。梅酒は何？ロック、水割り。あ、でもどれでも。どれでも飲めるの？ソーダでも飲める。ソーダでも。梅酒ソーダなんて可愛いね。でもね。可愛いね。美味しいですよね、甘さ。美味しいと思う。梅酒あんまり飲まないんだけど、たまに飲むとね、ああなるほどこんな味だったっけってなるよね。先生あんまり飲まないですよね。うん、多分あんまり別に必要に駆られてって感じかな。僕もそうなんですよね。で、聖一郎君は焼酎とかビールですね。成仏飲んでる。成仏ってどんなするんですか？成仏水ってカクテル作ればいい。あ、いいかもしれない。博士作って。成仏水。昔水ってジュースありましたね。まあいいや。世代分かるんですけど、そういうの世代分かるから。後から来るね。でしょ。ずいぶん遅くないから。だからね、後から。それで社長さんも全部食べれなかったと。そうそうそう。一応ね、一口二口三口四口五口六口ぐらいまでは食べたんだけど、なんかそれからちょっと、そもそもその前のねロケのね食べ物でお腹がいっぱいで、もういいかなって思って放っておいてたら、社長さんがいっぱい食べ、なんかこれつまみにいいとか言って食べだしてで、大体その汚い食べ方だなって言ったのも社長さんが食べたあれだから。なるほどですね。大変失礼いたしましたこれすごい、二重にも三重にも引っ掛けがあるという。そうなんですよ。私が生でこういうものを持ってくるわけがないんですよ。そしてコメントも美味しかったですね。ねえ、これは汚い食い方だろみたいに。これ、ラナミさんをディスったと思った。やっぱりさ、やっぱりそれラナミが食べてたんですよっていうオチがあったら逆にと。やっぱり汚い食い方だな。結果は変わらないということです。はい。ということで徳野くん。はい。まあこんな感じですかね。まあなんか皆さん、あ、そうだ。最後に。お悩み相談をお願いしたと思うんですけど、何か皆さんのお悩みみたいな。今その状況が悩みだよね。あ、これ悩みだよ。もうそもそも成仏水とか歌わされてること自体も悩みだし、しかもかけられないんですよね。そうだね。そう、いつも忘れられるんですけど。それが悩みってことです。どうすればいいんですかね。多分ね、成仏水が流れている時に番組が止まっちゃったっていうところを鈴木博士は非常に遺憾に思ってると思うんですよ。なるほど。だからそうじゃないよっていうのを、何か別の番組で成仏ビデオを流して、ほら止まらなかったじゃないって示してあげて。それが今日だったですね。そう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 。生演奏だったら途切れないってことだ。そういうことだね。そうそうそう。そういうことだ。ほら、こうやって誘導尋問に引っかかることで、一郎はすぐにね、すぐにね、すぐにね、先生分かってらっしゃるね。生だ生。やっぱり生演奏だったら番組止まらないそうで、次は生演奏で成仏水を札幌神殿研究会で披露するしかないということですね。私、札幌ネットテレビ見てますけど、これだけテーマ曲が受け入れられたの初めてだと思いますよ。もうよかったね、誠一郎。じゃあ次は生放送で解決。いや単純だったな。単純だったわ。千葉県の悩みは、悩みっていうよりか、やっぱちょっとこう皆さんに聞きたいなっていうのがあるんですけども、なんかやっぱ皆さんこう歌を歌われる方じゃないですか。でやっぱりこう喉を使うことって、喉を使うじゃないですか。やっぱりなんか気を使ってることっていうのが、なんか僕結構歌ってるとこう声がだんだんこう使ってきて、だんだんカサカサになってくる。だからやっぱそれを気をつけるために、やっぱこうなんか食べ物を食べたりとか、それこそ本当に僕の場合はザンギを食べたりするんです。あ、ザンギって北海道。なぜザンギを食べる？やっぱりこう唐揚げとかそういうザンギとかのを食べると油分がこう喉にちょうどよくて、でも僕の場合はそれをこう食べて、まあ、一石二鳥じゃないですか。ちょっとこう元気、パワーも出るし、保湿になるんだよね。そうなんですよね。でそれでよし、ライブに挑もうみたいな感じでやるんですけども、皆さんは逆にどういうふうにやってるのかなって思って。私はライブ真面目にやるときは、ライブ前6時間は何も食べない。真面目にやるときは、真面目にやるときはね、真面目にやるとき。最近ちょっと札幌来てからやってないかもしれないけど、札幌はどうでもいいんじゃん。ちょっと映像もあったから、映像もあ、やべやべ。映像私ってなんだろう、3時間ぐらい前は食べたか。でもなるべく食べないようにして、あとウーロン茶とか飲まないかな。ウーロン茶とかコーヒーはいいのかな。なんか油分取っちゃうようなものがダメかなと思って、なんかご飯食べると出そうになったりとかして。はい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 。普通にそうそうも食べたものは出ないけど。でもね、そう思ってたんだけど、でもこの時さ、ゲップとか出るね。うん。いや出ないよ。それは出ないよね。出ないよ。うん。あ、そう。それは徳野さんだけ。徳野さんだけですね。いや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 、そっか。先生は。正直なんか生態そのものには関係ないのかなって医学的な話なんだろうけど思ってはいるけど、まあ、でも確かに刺激物は止められるよね、そのお医者さんにはね。油とかその乳製品うんちゃらとかチョコレートがうんちゃらとか多分なかなかの願掛けみたいな部分もあるんだろうなと思いつつ、まあでも明らかにダメって止められてるもの以外は気にしないようにはしてるけど、でも結構もう迷信も本当のことも全部信じてた時は水以外何も口に入れなかったことはあった。ストイックな感じでお肉も豚肉しか食べないようにしたりとかしてた時期もあったかな。ビタミン B をね粘膜強化のために積極的に摂るみたいなっていう時はあったかもしれない。どっちかというと今食べ物は体型のために気をつけるっていう感じですね。ちょっとそうするとおのずとあまり体に悪いものとかこってりしたものにいかなくなってくるから、さすが先生ですね。そうかなそうだな。先生、いやありがとう。なんでそんなキラキラした目で。いや言うことが全然違うなと思って。と思ったけどね。でも最近私実験をしてて、なんかご飯食べない時と食べる時とすごくどぎついものを食べた時とお酒を飲んだ時とどれが声がいいかなっていうのやってて。お酒でしょ。どれも変わんないんだよね。あ、変わんない。変わんないんだよね。変わんないから別にもう何でもいいのかな。だから願掛けみたいなところもあるのかもね。そうそうそうね。ちょっと迷信みたいなところとかね。気にならない人は本当に気にならないみたいだし、タバコ吸ってから歌ってるね、欧米のシンガーもいるぐらいだから。まあ違う観点から言うと、声潰しやすいのは僕の場合は歌より喋ってる時が潰しやすいので。でも確かにそうなりますね。だからあんまり小さい声で喋ったり力を入れないようにしたり。でもそれは多分要するに喋り出しが強いからってそうなんですよね。だからそれは良くないんですけど、声の出し方とか、あと水をよく飲んだら痰が切れるって話はどの先生も言いますよね。まああれだね、音声医学の方の話になるんだろうね。音声医学だっけ、なんか忘れちゃった。なんか声の方のね、必ず声帯に痰がまつわりつきやすくなる。だからタバコとか吸うなっていうのもそういうことだと思うし、それで痰を切るために水をたくさん飲めって話も、本とか読んだら4リットル飲めって言うんですけど、4リットル飲んだら下痢しちゃいますよね。まあね、今カレー食べて、誠一郎がカレー食べてんのにさ、下痢ってあんたさ。当別の方はちょっとなんかそういうのはあるんですか？酒は3日前から立ちます。あとはやっぱり本番でも何も食べないのはダメなんですよね。本番前とかはだいたい2時間前ぐらいまでにもう終わって、そうするとお腹の中って満腹にもならず空腹にもならずってちょうどいい感じになって、あとは準備体操で体温めとく。あ、なんか一番真面目なやり方してます。そうですね。あれだ、そう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 。たまには真面目なこと言ってみます。早く食べてよ。まあそんな感じで進めてきたんですけど、その食べてる誠一郎君から何かお知らせとかないんですか？ないまた。追い打ちをかけるように。そろそろちょっとだけかわいそうになってきた。ごめんなさい。はい、いいよ。お知らせっていうのは特にまあありませんけれども。ちょっと曲作りを今積極的に。ライブないんだ。ライブはないんですよね。おお、ちょっといいね。いいのかわかんないですけど、ですね、まあちょっと他の人の宣伝ですけども、よく札幌ネットテレビにも来ます青井有栖ちゃんの新曲 CD シングル2曲は僕が作曲編曲を担当しておりますので、皆さんぜひペンギンさんとウサタンのテーマ見かけましたら、青井有栖ちゃん本人から買ってあげてください。どうぞよろしくお願いします。ピーチロさんピーに乗ってましたね。そうだね。校長は告知的なのしていいんだ。いいよいいよ。じゃあ6月24日にユニオンフィールドで9時20分から出ます。あと6月27白牛メロウで出ます。おおとか21トマトだったっけ。まあそんな感じです。ライブバー巡りですね。ライブバー巡りだ。なるほどね。千葉県は？はい、まあちょっと何個かあるんですけども、6月の15日にですね、アニソン紅白歌合戦がございますので、はい、皆さん、はい、今の方足を運んでいただけたらなと思います。36アンダーグラウンドで、はい、で、はい、豊平区のところにありますアンダーグラウンドで開催しますので、まあ。それ一つと、もう一つがですね、6月29日に、何でしたっけ、僕もちょっと忘れちゃったサブフェスみたいな、なんですか、通常のサブフェスでしたね、失礼しましたそう、サブフェスが、はい、サブカルチャーフェスっていうのが、はい、29日にサブフェスがございます。はい、で、まあ告知はまあ一応それ2つなんですけども、私柴田真史はですね、ツイッターでまあフォロワー数とフォロー数が3000人超えましたので、はい、皆さんのおかげで、はい、3000人超えたことはありがとうございます。本当に感謝してます。ありがとうございます。地道に伸びてるからね。そうですね、本当にもうありがたいことに4年ぐらいやってるんですけども、なんか始めた時からもうだいぶフォロワー多かったって、私がフォローした時点でもうフォロワーすごい多い人だったから、もともと。ああ、そうそうそう。でもその時まだこう1000人あたり千何百とかの時だよね。そうですそうです。あれからすごいこう1000以上何人、本当に今何人いるんだろう。それでもでも何百人かなって感じです。なのね、もうつながりは大事にしていきたいなって。うんですね。なるほどなるほど。特に先生の告知はとりあえずこの後のララミボックスを見てください。あ、そうですね。ということとこの場所でやりますね。あとはそのサブロックアンダーグラウンドの6月29日のライブはララミも出ます。まあ私は出ないんですけどララミが出ます。はい、ララミさんというのと、あとはフォロワーさんの話もちょっとしようと思ってたら先に言ってたんですけど、千葉県はもう3000人とかの大台なんですけど、私がですね、もう間もなくあと100何人かのフォロワーさんです。2000人をようやく超えることができまして、ありがとうございます。素晴らしいですね。ようやく2000人に届きまして、はい、で、まあ、2000人に行くまでは絶対にリップ代をいくら遅くなっても返そうと思ってるけれども、今1週間遅れぐらいで進行してるんですが、皆さん気長に待っていてくださいっていうね。はい、その2000人になりましたら、ちょっとジョイサウンドカラオケ配信の方でまあコラボ楽曲なんかを配信していこうと思っているので、よろしくお願いします。みんなよろしくお願いしますね。そんなもんでしょうか。はい、最後に僕一つだけ、6月14日、ことに山戸屋さんで畳の上のピアノ弾き語りライブというのをやります。こちら2100円のお寿司がついて2000円、これ2100円って書いてますけど2000円でやってます。これ予約30名までなんで、早めにご予約をください。弾き語りもしますけどパフォーマンスもします。かなり内容の濃いライブになってますので、皆さんぜひお越しください。以上です。はい、そんな感じで今日はお送りしましたが、内容盛りだくさんでしたね。そうですね。いつもながら誠一郎が頑張ってカレー食べてくれてて、もう今日誠一郎様々ですよ。こと？ありがとうございます。何それ満足そう。まあいや、はい。最後ぐらいですね。最後だけね。最後だけね。はい。そんな感じで八条さんからお送りしました。パフォーマー天国です。この後もララミボックス10時からありますので、ぜひこのままご覧ください。